もし欲しいよ、赤いお靴も欲しいよ、どこが泣くのね。めいめいヤギさん、なぜ泣くの、お里の母さんに。ロミ、まあ、そこでスルーしてくださいね。すいません。お眠になったのよ、甘いおっぱいちょうだいね、とめえめえ泣くのね。それでですね、3番の迷子の鳩さん、なぜ泣くの、ミミズ小路さんに夜道は怖いよ、ほおずきちょうちん貸してくれと、ほろほろ泣くのねって、このほろほろがすごい引っかかってるんですよ。鳩ってほほほほとかほほほほって泣くのに、ホロホロってそれホロホロ鳥食べる鳥やん、ハトとちゃうやんとか思いまして、でそれで歩道って、東京の歩道って結構ハトが歩いてるんですよ。なのでホロホロって言ってみたら別に逃げないんですよ。でホッホって言っても大抵こう歩いて逃げてくるんですが、ホロホロって言っても逃げないから、多分ハト的にはホロホロを受け入れてるんだと思って、これからハト見たらホロホロと呼びかけるようにします。いいですね、というのが私の収穫でした、うん、ちなみに最後の4番は、キツネの赤ちゃんなぜ泣くの、三日月おばさんに、この葉でかんざし買ってくれ、小石で花串買ってくれと、コンコン泣くのねという歌でした。桜さゆりでした。ありがとうございました。ありがとうございます。これは面白い。はい、ありがとうございました。すごい、もうさゆりさんのライブではね、面白いの知識もたくさん教えていただけましたね。そういう勉強になります。ありがとうございます。